はい、今日車中泊する場所は天神池公園ですね。ここで寝ますよ。あ、今日は金曜日だから車がそうだけどね。だいたい週末はこういうとこ来るからね。今は1台だけ。天神池公園ですね。トイレもついてますね。で、ここ広くなってる。ゲートボールか。ゲートボール場だな。明日の朝ぐらいには老人が集まってからやるんじゃないか。はい、今日のおやつはマンゴープリンです。こんにゃくパークのマンゴープリン。前にプリン食べたけど、これはマンゴーバージョンですね。これ食べます。外で食べたいけど、雨降ってるからね、食べれないんだよね。なんかドロドロやな、これ。ドロドロやな。大丈夫かこれ、大丈夫かこれ。スプーンがないんでね、これ割り箸で食べます。これいけるかこれ。掴めねえ。これ書き込むしかないよこれ。うん、美味しいっすね。あっさりしてる。ただ量がねちょっと多いんかな。食べたよ。あのね、プリン、前普通のプリン食べたけど、そのプリンよりこっちの食べやすいかもしれない。雨の中の車内って落ち着きますよね。天井に当たるこの音がいいよね。生音が。ポツ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 って。19時9分。寒くなってきたんで暖房つけます。日中はね暑かったんで冷房つけてたんですけど、この時間になってくるとね寒い。19時49分。あたりは真っ暗。ちょっとトイレに行きますよ。結局車1台も来てませんね。さっき1台いたけどいなくなった。停車禁止するやついるのか。はい、ただいま21時です。ブログ書きました。今日はね、雨で、
足止め食らいましたね。午前中は曇りで良かったんですけど、午後ね、雨が降ってきて、しかも雨が強くなってきたんですよ。だから撮影断念して諦めましたね。昨日はね、半袖でも行けたんだけど、もう今日はヤッケー着てね、長袖着てね、もう寒さをしのぎましたよ。微妙に寒かった。明日の天気を見てみましょう。今21時で18度ですね。で、明日が10時から気温が上がっていって24度が最高ですね。明日は土曜日。はい、22時になりました。そろそろ寝ようかと思います。それでは。おやすみ。